チャレンジャー2、チャレンジャー2、FV4034 チャレンジャー2は、イギリスが開発した主力戦車で、チャレンジャー1の改良型。コソボ紛争やボスニア・ヘルツェゴビナ紛争、イラク戦争などに参戦。2035年まで運用する予定と発表されている。オマーンでも採用され、中東向け輸出仕様のチャレンジャー 2E と呼ばれる改良型も存在する。 1986年にビッカースディフェンスシステムズがチャレンジャー1に代わる次期主力戦車として独自開発を始めた。その後、ビッカースはイギリス国防省にチャレンジャー2の計画を提出した。1988年12月にイギリス国防省はビッカースと契約を結び、試作車を作る要求、レーポンドの支援を行った。しかし、 他社の参入で競争が発生し、M1A 2エイブラムス、レオパルトに、ルクレールなどが候補に上がったが、1991年6月に、イギリス国防省は5億に、レーポンドでチャレンジャー2を127両と同社の訓練車両13両を発注した。1993年にはオマーンがチャレンジャー2を18両注文した。 イギリスも翌年の1994年に259両のチャレンジャー2と9両の訓練車両を追加発注して8億ポンドを支払った。これらの生産は2カ所の工場で1993年から開始され、1994年7月に最初のチャレンジャー2が舞台へ届いた。その後、ビッカースディフェンスシステムズはロールスロイスホールディングス、 ついでアルビス PLC による買収を経て、2004年以降は、アメリカ合衆国に本部を送米システムズランドアーマメンツのランドシステムズウェポンズビークルズ部門によって製造が行われ、下請け契約の数は250を超えた。チャレンジャー1はすべて退役し、現在はチャレンジャー2と交代している。チャレンジャー2のプラットフォームは、 チャレンジャー1から大幅な変更はされていないため、外見はさほど変わらない。しかし、砲塔は再設計されており、問題のあった暗視装置の位置を、砲塔の右から砲塔全部中央上面、主砲基部上に同軸配置に移動し、前、側面走行の改善を実施している。また、ステルス性の付与という情報もある。手法から新型のに換装している。これは、 エレクトロスラグ採用開口によって製造されているため手法自体がかなりの強度を持っており方針内はクロミウム合金によって裏打ちされいる方針の先端には方向照合装置マズルレファレンスシステムの反射鏡がまた中間には排煙機が取り付けられている方針の指向は電動式でジャイロによって安定が保たれているライフル砲が採用されたのは イギリス陸軍で粘着榴弾、ヘッシュの装備が続いていることに起因しているが、アプフスズなどの相談等付け弾薬と比べて、射距離が長いこと、建物や装甲の薄い目標に対して効果があること、劣化ウラン弾及びタングステン弾よりも安価であること、ライフル砲は一般的に格好法より命中精度が高いことなどが挙げられる。搭載弾薬は劣化ウランアプフスズタングステン合金、 アップフスズヘッシュ、塩膜弾のいずれかを選択できる。まもなく劣化ウーランアップフスズのチャーム1は改良されたチャーム3で代替され、タングステン合金アップフスズもチャーム2が導入される。イギリスでは関連となっている弾薬分離式であるが射撃速度の低下には至っていない。また、創薬が装甲化された保管庫に入れられているため生存性の向上につながっている。 手法左に同軸で L94A1EX-347.62mm チェーンガンが装備されている。対空用にも L37A27.62mm 機関銃が装填子ハッチ全部に装備されており、7.62mm 弾薬は4200発が搭載されている。手法を含め、下記はすべてエレクトリックコントロール。 スタビライゼーションシステムによって操作が可能である。コンピュータは、カナダのコンピューティングデバイス、ジェネルダイナミックス社製32ビットプロセッサー2機とミル STD1553 バイトデータバスが搭載されており、洗浄情報システム、ビックスの能力がある。社長は、セイジェム社製、VS580 から1 0旋回式、パノラマサイトとレーザー測距儀が使用でき、 有効範囲は、青ぐ深くプラスマイナス35度である。また、計8個のペリスコープが備えられており、全周の視界が確保されている。砲塔の360度旋回は、9秒で完了する。タレス射製、トックス2赤外線装置も搭載されており、暗視装置も使用できる。この映像は、社長だけでなく報手のモニターにも表示できる。宝手は、 レーザー測距儀による200メートルから10キロの安定した視界を得ることができる。操縦士には、タレッシャ製の PDPA 増強化型ペリスコープが用意されており、これで夜間の視界も確保できる。イギリス陸軍は、チャレンジャー2に対して、ライフル砲から格好砲への換装を計画していた。計画名称は、クリップ、チャレンジャーリーサラティ・インプルーブメント・プログラムといい、 120mm ライフル砲で使用する砲弾がすでに製造されていないこと、砲弾と創薬が別々の分離創薬式で装填に手間がかかること、他のナトー諸国との互換性がないこと、といった問題を一挙に解決するために行うものであった。計画ではドイツのラインメダル射性55口径 120mm 格好砲を搭載する見込みであったが、 予算不足により計画は中止。今後の予定は立っていない。一方、防御力の強化は段階的に行われており、コソボ紛争に派遣された車両には、車体前面、側面スカート部にエラモジュール装甲が装着され、2003年のイラク戦争派遣車両には、ほぼ同様の装備が標準化されていた。イラク戦争後の中流時には、砲塔側面にもエラが装着され、 車体と砲塔の後半部には、スラットアーマー、バーアーマーが装着されるようになった。2008年から2009年頃に、アフガニスタンに派遣された車両では、前述のエラ、バーアーマーに加え、偽装網、タイドアンテナなどが追加装備され、一部の車両には、RWS が装備されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。